特定技能外食業。試験の質問。質問11、職場の環境維持を目的としたスローガン 5S の説明として正しいものはどれか。 A. 清潔、整理、整頓の 2S を徹底すると清潔になる。 B. 整頓、必要なものと不必要なものとに分け、不必要なものを捨てる。 C. 整理、物の置き場所を決め、使用後は必ず元の場所に戻す。D. 習慣、決められたことをいつも正しく行うこと、それを教えることを言う。